ちゃ。こんにちは。さあ、ゆたかさん。はい。なんかゆたかさんがちょっと話したいことが。うん、そうだね。はい。まあいろいろさ、動画内でさ、うん、はい、環境を変えた方がいいんじゃないかとか。まあ例えば沢村がトレードされて、はい、環境を変えていい結果を生んでる。はい。今日は10月3日だけど、はい、昨日沢村が失点したけどね。そうですね。でもそれまでは、はい、素晴らしい投球を続けて、はい、環境が変わったことによって力を発揮してるというようなね、はい、本来持ってる力をね、素晴らしい力を発揮してるということが言われてる。はい。だからよくこう環境を変えたらっていう言葉は聞くけど、うん、なんかこう配置転換、はい、いろいろしたらっていうことがあって、はい、まあ、特に目立つのが藤浪。あ、そうですよ。まあ、例えば、はい、先発で11点取られながら、はい、まだマウンドにいるような状況で、なんかストレスマックスで、はい、マウンドを降りて、うん、下を向いてたというね、ベンチの中で。そういうところから中継ぎに入った、はい、まあ、森内が言うように、うん、それコロナの影響があったんですか、はい、っていうようなことも言われてるけども、はい、まあ、それも多少あるかもわからないけども、うん、藤浪自身の力をマックスに出せる状況っていうのを考えた時に、まあ、怖いんだよね。コントロールが悪いピッチャーを中継ぎに入れるっていうのはさ、うん、やっぱそれでもうとっちらかったら、はい、ゲームがもうおじゃんになってるから、うん、だけどそこを腹くくって中に入れてみた、はい、今まで抜いてたのっていうような感じの投球だよね、うん、いや、すごい、球速もそうですし、バッタバッタ160キロ連発だよ。それだけの力があるんだよね、はい、だけど先発だとさ、ある程度そのロングを投げなきゃいけないから、うん、力をセーブしたりだとか、はい、ちょっと小手先に頼ったりだとかすることがあったけど、1イニング3人という限定だとあれだけの爆発的な力が出せるんだね。すごいですね。なんかすごい瞬発力を感じるんだよ、はい、だからその配置転換で、まあ、気分転換もそうなんだろうけど、はい、素晴らしい力を発揮できるようになってきてるよね、藤浪が。そうですよね。しかもこの、まあまあ、終盤というかこの10月に来てこの配置をやってみて、まあ、今のところですけれどもいいんじゃないかっていう声も上がってますし、ね、うん、でも、はい、何よりもさ、はい、藤浪があれだけこう雄たけびを上げたりだとかさ、うん、ベンチに帰っての笑顔、うん、あれを見るとさ、やっぱ仕事ってやっぱ充実感だ、はい、なんだよね、はい、充実感があって、うん、それであとは責任感、うん、だから先発としたら責任感っていうのを全うできなかったんだろうけど、はい、1イニング限定3人っていうことになるとやっぱ充実感があるんだろうね。パーンと抑えて帰ってくると、はい、だから久しぶりにさ、藤浪のあの笑顔を見た時にちょっとホッとしたんだよね。あのファンとしてはそうですよね。やっぱこのままで終わる選手じゃないし、うん、もっとなんか力があるのに発揮できないっていうところがあって、うん、まあ先発ではコントロールが悪い、抜け球がある、うん、イップスだのどうのこうのっていろんなこと言われながら先発のマウンド上がってたけど、はい、リリーフで見たときにもうなんかファンも含めてみんなを圧倒していったじゃない、はい、でベンチに帰っての笑顔、うん、あれを見るといいよね。これは来季はどうなるんですか？先発に戻すのか、だからそこが問題だよね、はい、来季も先発だって考えてるんだったら中継ぎで投げてること時点で無駄だよね、うんうん、やっぱ先発でずっと使わないとダメだよね、はい、だけどその居場所を見つけるために、うん、藤浪がどうやったら一番力を発揮できるんだろうって、うん、で固定観念で藤浪はもうずっと先発だっていうふうに言われて、はい、そっから脱却できなかったんだよね、はい、でも使ってみるとこんな力を発揮するんだということが分かって、うん、まあ、来季中継ぎでいくかもね。中継ぎ、セットアッパー、抑えまで抑え、今スアレス投手いるじゃないですか。もしかしたらそこに藤浪投手とこう併用してこう可能性は出てくると思う。でまあ、例えばスアレスを前に持っていって藤浪を抑えにするとか、はい、それは例えば日によって変えるとか昔その中日でもあったと思うんですけれども、やってたけど、はい、
だけど、まあ、そういうことよりも例えば9回だったら9回をまあ抑えだというふうに任せた方がいいけども、うん、はい、やっぱそこに行くまではやっぱ段階がいるよね、うん、やっぱ信頼感を勝ち得ていかないと座れるポジションじゃないから抑えって、はい、うん、だから中継ぎで実績を上げてもう大丈夫だって言ったところで抑えに持っていくと。そっか、藤浪投手って先発向きの投手ではない。や、先発型だよ。先発型だけど、はい、今の置かれている状況の中で、はい、長いイニングを考えた時に、うん、やっぱある程度のスタミナを考え自分の力をセーブしながら投げてると、うん、やっぱコントロールが悪いんだろうね、うん、やっぱ目いっぱい腕を振って、はい、行った方がいいんだよ、あと先考えないで、はい、今はなんかそういう状況に入ってると思うんだよね、藤浪が。ちょうどね、だからそこに生きる道を見つけてるんじゃないかなっていうような気がする、ね、そうですね、うん、だから今後じゃあ来季も先発でいくのか、今シーズン例えばコロナ その選手たちがまたこう一軍に戻ってきた時にじゃあ藤浪投手がまた先発に回るのかどうなのかっていうのはあとは本人と例えば監督コーチといろいろ話し合ったりとか、うん、まあ球団と監督だろうね、うん、藤浪をどうしていこうかっていう、うん、トレードを出さないんだったら、うん、阪神で使えるポジションで考えてると思うよね。豊さんがもし藤浪投手の立場というかだったら、豊さんは今まで先発をやってて中継ぎでちょっと自信取り戻して、じゃあこのまま中継ぎでって言われたらやっぱ中継ぎでいきますか、それともやっぱりいや先発にこだわりたいですってなりますか。最終的には俺はこだわると思う。あ、そこはやっぱね、先発ピッチャーがピッチャーの中で花形だし、はい、でその花を持ってるのは藤浪だし、うん、その中でこういうことがあるのよ、はい、先発でやってて腕が振れなくなる、うん、1回2回中継ぎに入れて腕を目いっぱい振らす、うん、そしたらなんか体の錆が落ちるっていうような感じで、はい、また先発に戻ると調子が上がるっていう、そういうやり方もあるのよ、はい、で藤浪っていうのは先発の時ってあれだけ腕振ってないと思うんだよね、うんうん、中に入った腕の振りと先発の時との腕の振りっていうのは全然違うと思うんだけど、はい、だからすごくなんかピッチングを自分のスタイルを思い出してんじゃないかなっていう、中継ぎに回ったことで、そう、うん、だから中継ぎのあのスタイルで先発に戻ってそれが7イニング、うん、8イニング9イニングって伸びていくと、うん、もうすごい先発ピッチャーになるわけよ。そうですよね。そうでしょ、はい、だからそのスタミナをなんかこう温存しながら投げてる藤浪よりは、うん、今腕を目いっぱい振ってる藤浪で自分を思い出してるという、うん、だから中継ぎで実績を上げてもう一度俺は先発に戻ってほしいと思うけどね。ああ、豊さん的にはということですよね。でも今は見えてる姿っていうのがすごいいい、生き生きしてる、生き生きしてる、やっぱね、仕事やってて生き生きしてないと、うん、やっぱ見る側も辛いだよね。そうですよね。で本人もやっぱり辛いでしょうしね、うん、だからみんなを圧倒したと思う、そうですね、あの160キロ連発は。いや、なんか嬉しかったというか。嬉しいよね。はい、思いました。だって先発してる時はさ、うん、みんな不敬みたいな人が見てるんじゃないかって。もう一球一球にこうやって心配でさ、はい、そんな心配をよそに、中継ぎ入ったら、周りを圧倒していく。力あるんだ、やっぱり。そうなんですよね。やっぱりそうですよね。だから、その配置転換というね、はい、今日はお話で話をしてるけど、はい、よかったなと思ってね。藤浪投手。で、辻波投手の他にも配置転換した投手、まあ、オリックスの増井、はい、FA でね、日本ハムからオリックスに移籍して、うん、抑えることは抑えてたんだけど、あんまりうまくいってないよね、日本ハムの時の状況ではない。はい、やっぱ FA でいったら辛いよね、うん、やっぱやって当たり前って見られるから、で外FA の選手は来てるし、はい、で給料上がってるのも分かってるしさ、はい、だ周りの目も気になるし、うん、まあ、その中で今年から先発に配置転換し、はい、途中から、はい、ある程度のピッチングはしてたんだけど、うん、勝ち星に恵まれず来てたんだけどね、昨日一昨日かな、うん、やっと勝った、はい、うん、ね、よかったなと思って涙を一生懸命こらえながら、はい、ヒーローインタビューを受けてた姿っていうのはすごく印象的だったんだけど、はい、やっぱりよかったなと思ってね、本人もほっとしたでしょうね、うん、なんかね、あのね、抑えからね先発に行くっていうのはすごく楽なのね。あ、そうなんですか。やっぱり余裕があるから、抑えって言ってもやれないから。はい、でも先発だと5回6回、はい、1、2点、はい、まあ、3点ぐらいまでは許される、うん、そうしたらクオリティスタートって言われるわけで、うん、その中で収めればいいっていう心の余裕があるよね、はい、
だからこれからやっぱりこう勝っていけるピッチャーになっていくかなって、マシーランとかね、うん、で逆にじゃあその松井裕樹投手、楽天のその抑えから今年先発に行って、で今配置転換でまたこう後ろに戻っていくっていうそのこれはね大変なのが調整だよね、はい、春先さ、はい、いやお前は今年から先発だと言われて、はい、で肩のスタミナとかつけながら、うん、先発のそのリズムだとか、はい、先発のペース配分だとかやっと覚えた時なんだよね、はい、それでまた中に入れと、はい、でも松井はやっぱ中の方が向いてる、あ、先発よりかですか、向いてる、それはペース配分ができない、あの子は、あ、やっぱね目いっぱいいかなきゃいけない子なんだね、はい、力が抜けない、うんうん、でこうしなやかなフォームじゃない、もうバーンって投げるタイプじゃない、ああいうタイプっていうのはやっぱ先発には向かないね。あ、そうなんですね、うん、だから松井は大変だと思うよ、本人的には、はい、うん、やっぱ先発の用意をしててさ、ずっと春先から、うん、ね、だってロングニュースを読む準備をしてて、いきなりいきなりショートバージョンに変わったって、そうですね、え、どうしたらいいのみたいな、いや、まあなりますし、ね、なるでしょ、はい、やっぱその同じことを、同じ野球をやることでおいても全然やっぱりちょっと違うよね、感覚的には、はい、うん、その感覚の違いっていうのは抑えをやってただけに、うん、それと性格的なものでやっぱ瞬発的な勝負をしたいタイプなんだよね、多分松井は、うん、だから悪いことではないけど、はい、失敗した時には攻めるなよって、うんうんうん、だって先発のさ用意をしてたわけだから、そこがいきなり変えられるわけだから。ちょっと後ろにっていうふうにね、うん。だからそのぐらいの覚悟を持って使うんだったら俺はいいと思うけどね、松井は。なるほどね。うん、まあ、配置転換。配置転換、今日は ね、配置転換の話しましたけど。これも大事なことだよね。ピッチャーの。なんかいつか今度は、野手の配置転換、だから守備の、うん、あ、そういうのもちょっと聞いてみたいですね。まあ、コンバートとかね。コンバートとか、はい。わかりました。ということで今日は、ピッチャーの配置転換の、話題を取り上げました。